最高の贈り物、市川海老蔵。真央さんと同じ贈り物が届いた歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2018年2月15日に自身のブログでシンガーソングライターの佐田正史さんからの贈り物に涙する様子を綴った。海老蔵さんは2018年2月11日に更新したブログで、昨年6月に亡くなった妻小林真央さんが2017年2月13日に投稿したブログの内容に触れ、佐田正史さん、ありがとうございます。人との出会いは宝ですね、と綴った。真央さんはその日のブログで、高校の先輩である佐田さんから、バレンタインにバラの花束をもらったことを綴っていた。ブログの冒頭で、私の家にバレンタインに花束が届いた。最初はどなたからかは分かりませんでした。佐田正史さんからでした、と明かした。佐田さんは真央さんに送ったものと同じバラを選択するという計らいを見せ、海老蔵さんも真央と同じ花だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、いい香り。と、涙しながら花束に顔をうずめる写真を公開した。ブログ読者からは、佐田さん、素敵すぎます。真央さんにプレゼントしたお花と同じというのも憎い演出。海老蔵さんのバラを抱きしめるお顔を見て涙が出ます。真央ちゃんも喜んでると思います。などのコメントが寄せられている。佐田さん、ありがとうございます。市川海老蔵。ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございます。